皆さん、こんにちは。今日は2024年9月6日金曜日です。今日のテーマはフィリピンでは中国人80数名逮捕しました。詐欺談です。ネットカジノです。中国ですね。フィリピンでは悪いことしかしないんです。そして中国島の 電気自動車について話をします。約ですね、1000両につき1両燃えるんですよ。中国製の電気自動車。これは電池の問題です。こういう情報について話をしたと思います。情報が多いので、少しずつ話をしたいと思います。まずですね、9月3日、ウクライナの 日本にいる大使、コル・スンスキ大使さんが靖国神社に参拝し、祖国のために亡くなった人々を哀悼しました。ものすごいこの行動ですね。素晴らしいと思います。この行動ですね、高評価すべきでしょうというふうに思います。ウクレナですね、やはりそういう価値観はありますので、正しい価値観あると思います。 そして1、韓国のメディアの報道ですが、紀州とチェジューと観光地ありまして、中国人観光客が多いんです。現地の売店、飲食店は、中国人観光客の口に合わせて値段を高く設定したし、料理の味も中国人の好みに合わせています。今年前半、中国人観光客の数は、 68万人でした。同期比7.6万人増加です。2019年108万人でしたので、それを今年は超えると思われます。しかし、韓国人は行かなくなりました。日本に観光に行く韓国人が多いんです。チェチュー島の売店、飲食店は中国人を雇ったり、 中国の支払いシステムを導入しました。まだ中国語の看板にして、料理のメニューも中国語にしました。現在、完全に中国化となってきました。ただ、中国人観光客へ依存してしまうとリスクありますよ。例えば、コロナの時代でしたが、中国人観光客が急に減少して、韓国人も行かなくて、 現地の観光事業は大変でした。中国人観光客依存しないようにと警告しました。また、9月、今年9月、中国には連休ありまして、3連休です。中秋節です。9月15日から17日まで3連休です。中国では3連休ですね。あんまりないんですよ。そして、この間、 お墓参りという文化があります。9月19日、北京とか、そういう大東海から出発する列車のチケット完売です。また、旅行の予約サイト、ホテルの予約状況を見て、今年の9月の3連休、遠出ではなく、近くで観光する人が多いんです。そして、渋滞するでしょうし、 観光地の込み合うと予測しましまた次です、ね、モー毛沢東の秘書さん、リー・ A さんですね。2019年9月16日に亡くなりました。101歳です。うーんリー先生のです、ね、日記の問題がちょっと話題となっています。毛沢東の秘書でした。カリフォルニア州の裁判所は提訴を受けました。 リーさんですね、亡くなる前に自分の日記を娘さんに渡しました。自分が亡くなってからスタンフォード大学に寄付しましょうという意見を出しました。日記は十数冊ありまして、秘書でしたし、秘書として当時会議に参加して記録した内容とか、近くの高級幹部たちの会談の内容などを 記録ししていました中国の共産党、また中国の近代史について研究する価値があると言われています。リーさんは毎日日記を書いていました。83年間も続いてきました。2014年から2018年、娘さんは内緒でお父さんの日記を梱包して40個の箱に分けて入れてアメリカに送りました。 2000年5月、リーさんは2番目の奥さん、チョウさん、アメリカでスタンフォード大学と娘とのことを提訴しました。ギリの娘ですね。中国の国家の骨董品、宝物を盗まれましたと。でも娘さんは動画を提出しました。お父さんと現在ギリの母、チョウさんもいた状態で、 動画ではお父さんは自分の日記、書類を全部スタンフォード大学に寄付するよとはっきり動画で言いました。またギリの母ですね、アメリカのメディアの取材で言いました。実は私はサイバなんか起こしたくないんですよ。これについて実は原因がありまして、中国政府が裏でやっています。長さん、ギリの母ですが94歳です。生活は 豊かではなくて年金暮らしです。今回の提訴費用は数百万アメリカドルなんですよ。中国政府が出しました。中国共産党のことを批判するのはやはりダメなんですよ。日本の政府であったり絶対に許されません。なので中国共産党としてはこの日記をですね、なんとか自分のところに変えて、変てほしいんですよ。リーさんはですね、習近平、 最後ですね。リーさんは亡くなる前に言いました。習近平学歴ないのは問題ではないんですよ。彼は小学生よりレベルが低くて、彼の認識、価値観が問題です。私が思った以上にクズですね。という話がですね、言いました。人間が権力を握ると変わるんですよ。こういう人間が多いんです。と、リーさんが亡くなる前に言っていました。 次です。三、中国フの電気自動車の電池を製造する大手企業。ネトク時代、CAT l 社ですね。この間、2 0十4年、世界パワーバッテリー大会、成都で開催されました。四川ンですね。CAT l 社の社長、ソさんはこの大会で演説しました。チ国フは電気自動車の大国となってきました。でも電気自動車の 自動車の電池の産業では電池についての基準がなくて検査の基準もないし安全保障についての内容もないんですよ我々産業内ではトラブル燃える率100万分の1だと主張していますでも現実的に1000分の1です つまり電気自動車仙台中に一大問題あるんですよ。つまり燃えるリスクがあるんですよ。そして、中央テレビの報道では、2023年電気自動車の燃えるリスクは1万本の0.96%でした。約1000本の1です。現在、中国の街では約2500万台の 電気自動車が走っています。燃える率は2400台っていう意味です。1年間365日ですから平均1日6台7台燃えているっていう意味です。電気自動車はガソリン車と違って燃えてしまうと火がものすごい強くて一気に燃えてしまってそして電気自動車の場合は扉は開けません。逃げ出すことが困難です。 また、自動車の中にいると数秒間で酸素がなくなって、救出も困難です。また、一部の電気自動車メーカーは、電池の充電時間を考慮して、電池を交換式にしました。これはですね、主に、えー、カーシェアリング、タクシーですね、こういう形式が多いんですよ。自動車は買いました。でも電池はですね、買いません。レンタルなんですよ。 どこにいてですね、それを交換するっていうイメージです。早く交換できますので、充電は時間はいりませんよっていう意味です。現在、中国には統計はありませんが、約十数個の電気自動車の電池が回っています。もし千分の一で考えると、社会が危険なんですよ。いつ、どこで火事となってもびっくりはしないんです。 我々は現在政府に要請しています。電気自動車の電池はとても大事です。早く基準を作りましょう。また、検査機構合格基準を作りましょう。現在、みんな電池を作っているだけであって、基準もないし、合格かどうか自社で判断しています。また、過酷競争があって、品質を落としている会社もあるんですよ。 合格基準があれば、みんなで競争すればいいと私は思いますと言ったんです。この発言ですね、中国ではものすごい話題となっていますので、実はですね、TDK 株式会社っていう会社があってで,ですね、この会社が中国のですね、ネイトク時代の元の会社なんですよ。香港にあるんですが、中国のエンジニアですね、そこに勤めていて、それから独立して、 明徳時代という会社を作ったんですというのが由来ですね。なので、この会社の品質はものすごい高いんです。中にですね、日本のエンジニアさんは結構いてるという情報はありますが、こちらがですね、テスラ自動車のバッテリーですね。これは普通の電池なんですよ、実は。でも、中国の BYD ですね、ブレードバッテリーだと言います。テスラ自動車の電池はですね、 電池と電池つなぎますので溶接技術ですねものすごい大事なんですよ電池一本につき溶接スポット4点あるんですよ合計約ですね1万7000点以上溶接します一つスポットですね失敗したら燃えてしまいますでも特徴ありますのでコストは安いんですまだ環境に優しいっていう 中国製のですね電気自動車よりバッテリーは優しいという意味です。環境に優しいという意味です。でも中国にはそれができません。また、電池の温度管理、細かくできますから、中国製の電気自動車よりテスラ車の方がですね、はるかに質がいいんですよ。これがですね、中国の専門家がそういうふうに言っています。あでもですね、これはやはり危険ですよねというふうに思います。 次です中国ではですね、中年男性の標準装備とは、魔法瓶を持って中にお茶を入れます。お茶の中にはまだクコの実を入れますね。赤色のクコの実。これはですね、乾燥している状態ですが、お湯の中に入れたらですねあ、どんどん大きくなっていくんですよ。しかしですね、最近ニュースで出てきました。 製造するときに工業用の硫黄を使ってるんですよ。これはですね、きれいに見せるためなんですよ。この硫黄ですね、長期間付与してしまうと健康に良くなくて乾燥とか腎臓に良くないんです。そして現地の工場で,ですね、普通にこの硫黄を使ってるんですよ。なのでですね、近くにいるとものすごい匂い,います。この地域というのは 西園です。中国ではクコの実の名産地です。ここから全国へ発送していて、調味料とかお酒とかお茶のパックなどにも入れているんです。クコの実ですね、中華の漢方薬では一応薬となっていますので、何でも治療できます。健康にいいし、睡眠の改善できるし、 髪の毛も増えるし、食欲も改善できるし、老眼の予防もできるという噂ですね、あります。なのでですね、使ってはいけないというふうに思います。次です。5。フィリピンにはですね、ラプラプという、えー、ラプラプっていう市がありまして、こちらはですね、中国人が、まあ、中国、まあ、政府の代理人にですね、 経営してる、えー、会社が作った、投資したリゾットホテルがありまして、これはですね、今は非常に大変です。8月31日、フィリピンの警察、武装部隊、国家安全局、反人身売買機構とかは、このリゾットホテルを包囲して立ち入り検査をしました。武装警察は100名以上出動しました。現地ではですね、ものすごい 大変なんですね。160名の方を身柄確保しました。83名は中国人です。台湾人は2名いました。9月8日、フィリピンの警察はこれについて説明しました。リゾットホテルというのは嘘なんですよ。実はネットカジノドバッグをやっています。まだここでは人身売買、監禁、拉致、資金の洗浄、 詐欺、虐待、えー、殺人ですね、7々とやってるんですよ。団地にはミャンマー人6名、インドネシア人は70名、フィリピン人は5名もいました。ミャンマー人とインドネシア人は、中国の犯罪組織に騙されて、フィリピンに来られて、ここで監禁されていました。フィリピンのマンダーウェイという都市の裁判所は、 インドネシアの大使館から要請がありました。インドネシア人はこの団地に監禁されていますから調査してほしいという要請がありました。これで我々は活動しました。7月23日、インドネシア人3名、ここから逃げたんですよ。フィリピンにあるインドネシア大使館に入って、助けを求めていたんです。今回の活動の目的というのは、 インドネシア人のことを解放する、助けてあげるっていうのが目的でした。しかし、ここに入ってきて、ネットカジノとか、詐欺とか、賭博とかですね、やっていますので、びっくりです。まだ、監禁された方ですね、中には女性もいるし、未成年の女性もいるんですよ。現在、取締まら知るところであって、団地を閉鎖にして、 詳しく調査している状況ですという説明がありました。フィリピン政府ですね、実は今はマルコス大統領ですね、7月でしたけれども、ネットカジの中国の会社取り締まりっていうふうに決めていたんです。中国政府と仲良くなったのはですね、仲良くてだったのはですね、ジョコビドと時代だったんですよ。中国資本は大歓迎でした。 まだですね、情報がありまして、フィリピンのバンバン市長、バンバン市の市長ですね、元市長。彼はですね、カクさんです。中国人の女性でした。でもですね、現在はインドネシアにいるんですよ。逃げましたね。この間、動画で話をしました。同じ日ですね、9月3日、4日でしたけれども、フィリピンではですね、ミカラ、ミフィリピン政府の要請がありまして、 インドネシア政府は動いで、彼女をですね、カクさんのことを身柄確保しました。仮逮捕なんです。これからですね、フィリピン政府に引き渡しするでしょうと思われます。中国人政府の代理にですね、結構多いんですよ、実は。次です。6。中国の地方政府ですね、お金がないんですよ。香港のメディアが報道しました。 中国三31個の省と自治区、上海市だけ再生は黒字でした。2023年でした。十七個の省ですね、手術が青春の倍以上です。つまり大赤字でした。特に東北地域と中部と西部です。実はですね、沿岸部だけ何とかはやってるでも赤字です。地方政府は 対策方法としては、債券を発行します。今年1月から8月まで、全国で5.4兆円の債券を発行しました。約100兆円以上ですね。うち2.3兆円は以前の借金を返済するためでした。また、社会では罰金を強化しているんですが、でもとても足りません。という情報がありました。 次です、7、台湾のですね、国家安全局、言いました。習近平政権の危機、共産党内部、とても混乱しているという情報がありました。これについて話をします。まずですね、中国の関西国家副主席、9月5日、プーチンさんと会談しました。場所はウラジオストックなんです。 中国ですね。での報道ありまして、中国言いました。ロシアとの使いを強化していきますよと簡単に言いました。でもプーチンさんは結構ここで話をしました。ウラジオストク、中国人観光客に来てほしいんですね。ここはとても素晴らしいんですよ。ブリックサミットですね。これから10月に開催しますから、春季院キさんに参加してほしいです。 二人だけ会談したいですと、プーチンさんは言いました。今年、ブリックスサミット、ロシアで開催しますので、9月22日から24日開催します。習近平は参加すると思われます。まだ、関西は、村ラジオ族を訪問して、あまり中国では報道されていません。これについて、原因があるんですよ。この間、台湾の ライ大統領、9月1日、台湾のメディアの取材で話をしました。中国はいつも自分の領土を主張しますよね。自分の領土を守りますよね。と言います。これで台湾のことを統一したいと言います。なのでですね、まずはウラジオストクを返還してもらうようにロシアと交渉すべきです。ロシアは現在弱いし、中国政府へ 依存していますので、交渉しやすいでしょう。中国では多くの人は実にしているでしょうし、ウラジオソクはハイシンウイと言いますね。というふうにですね、ライ大統領は言いました。ライ大統領はまだ言いました。中国の目的とは、領土を守るものではないんですよ。守ることではないんですよ。南シナ海にしても、東シナ海、日本海でも挑発していますよね。ロシアと一緒に、 パトロールするし、共同軍事訓練もするよね。これはですね、全部軍事力の拡張が目的なんですよ。と、イ大統領は言いました。これについてですね、ものすごい結構パワーがありました。中国とロシアですね、まあ、愛軍条約がありまして、1858年、大清帝国の軍の将軍がですね、 まあ、ロシア、帝国とこの協定を作ったんですよ。ただし、大一帝国としては認めませんでした。意義ありにして、つまり領土について棚上げにしたんですよ。ただし、その後、中国政府とロシア、北京条約を作ったんですよ。北京条約では、愛軍条約を認めましょうとなったんです。 約160万平方キロの領土をロシアに開けたっていう意味なんですよ。ただし、台湾の中華民国政府は認めませんでした。ライ大統領の話について、中国側はやはり無言なんですよ。返答もできないし、反論もできません。中国とロシアというのは戦略、パートナーシップの関係であって、実は準同盟国の関係なんです。 あるいは純兄弟ですね。しかし、領土は取られました。つまり、仲良いことはないんですよ。まだ中国共産党というのは、領土を守っていません。このことはばれました。当然、台湾のことを統一するとは、領土を守るためというのは嘘なんですよ。ライター統るですね、この発言はものすごい素晴らしいと思います。 私はですね、ライ大統領が登場して話をしましたけれども、ライ大統領ですね、結構発言は強いんですよ。彼はですね、発言したら習近平には返答できないんですよ。台湾の国家安全局の交換、アメリカのメディアに情報を提供しました。この間、8月でした。三週前回が終わって、習近平は約1ヶ月ぐらい消えてしまいました。 いつもと違って中国の国内から Web とかソーシャルメディアから噂がたくさん流されていました。いつもでしたら外国からなんですよ。例えば習近平は倒れたり監禁されたあるいはクーデターあったという情報はたくさんあったんです。中国政府は国内での投稿を厳しく審査しているのにそれでも噂はたくさん流されていました。 これからですね、我々は気をつけなければいけません。日本とアメリカ、州の,の選挙がありますので、習近平が暴走する可能性はあるんですよ。でも戦争を起こすとは思いません。どんどん挑発していって、衝突が起きてしまう可能性があります。やはり中国の国内では批判の声が多くて、 国民はみんな不満なんですよ。やはり経済が良くないですね。これで外国と揉めると自分の都合にはいいんです。つまり習近平は自分の政権を守るためにどんどん暴走してしまう可能性は高いんです。この間、サリバンさんは北京を訪問しました。習近平と軍の副出席、張さんと会談しました。 習近平は笑顔でした。サリバンさんは笑顔なかったんです。軍の高級官僚、副主席と握手して、サリバンさんは同じく無言でした。近くの軍の副主席ですね。笑顔でしたけれども、ぼーっとしていて、アホな面でしたね。噂では、チさんは軍を連れて、クーデターを起こしました。サリバンさんはそれを確認するためなんですよ。 会談してもも内容は何もなかかったからです中国は現在、平和の死者のマスクをつけていて、ウクライナ戦争、イスラエルの問題について、平和が大事ですよと主張しています。でも、日本海、台湾海峡、南シナ海でどんどん挑発をしています。米中の対抗はこれからもかなり続きます。 そして相手はアメリカだけではなくアメリカと仲良い国と対抗します。つまりアメリカの大統領、日本の首相は誰が登場してもこの状況は変わりません。戦争はなくても経済、産業、科学技術での競争は激しくなると思います。また中国にある各戦闘区域の長官、更新しました。 元長官数名が行方不明です。習近平は軍のことを信用していないからです。ただし習近平は人民解放軍を直接指揮してはいません。軍の高級官僚、入れ替わりがものすごい激しいんです。この間、中国の軍用機と軍艦、連続2日間、日本の領空、領海へ侵入しました。 習近平が命令したでしょうかそれとも中国の人民解放軍が勝手に行動したでしょうかわかりません。中国の官僚、高官、初期いっぱい逮捕されました。つまり習近平は軍との関係は良くないんですよ。習近平政権の危機について、台湾の国家安全局の高官がこういうふうに分析しました。 中国政府がお金がなくなると社会主義ですから多くの公衆サービス提供できなくなってしまいます。特に部隊、人民解放軍への手術も影響されます。現在、習近平は政権のことを守ることはできています。でもリスクはあります。どんどん不安定となってきています。習近平、独裁者には意見が 大事なんですよ。意見がなくなるとみんなに化かされます。そうすると政権は一気に崩壊してしまいます。現在、地方政府のメディアと地方政府のメディア同士喧嘩しています。これについて、実はこういう状況はあるんですよ。地区の A 地域ですね、この報道をしました。B 地域ですね、これについて反論するんですよ。 お互いですね、メディアなんですよ。でも、喧嘩もします。そして、習近平に関する噂はたくさんありました。すべて、中国の国内からなんですよ。誰かが裏で操作していました。意見がですね、習近平の意見がなくなってきています。まだ中国の気持ちですね、これでわかると思いますが、みんな習近平のことは大嫌いです。この現象、 中国では珍しいんですというふうにですね、台湾の交換がそういうふうに分析しました。この考え方ですね、私はある意味ですね、賛成なんですよ。原因はですね、中国人民解放軍は習近平と本当に仲いいでしょうか。あるいは習近平ですね、中国人民解放軍のためにものすごいですね、自分を支持してほしいですから、人民解放軍の給料、体育を ものすごい上げていました。自民、解放報告の奥さん、子供さん、奥さんのお父さん、お母さん、自分のお父さん、お母さんですね。病院にでも先に診察してもらえます。そして、基本ですね、国がお金を出します。また、地下鉄、バスですね、乗ったら、うん、無料なんですよ。そういうふうにですね、待遇をすごい上げました。でもですね、 中国政府にはもうお金がないんですよ。そうするとですね、軍に対して給料、を、待遇を上げる方が簡単です。上げたらみんな嬉しいんです。ありがとうと言われます。でもですね、ここでは減らしますよと言ったらですね、みんなやはり難しいんですよ、気持ちがですね。なので、この問題で中国軍ですね、やはり不安ってななってくるとはないかと。 というふうにですね、台湾の交換がそういうふうに分析しました。この分析ですね、観点はいいでしょうかというふうに思います。またですね、中国ではタコさんのおかしいことですね、まだありますので、これについてまた話をしたいと思います。この動画はここまでしたと思います。最後、いいねボタンをお願いいたします。ありがとうございました。